宮崎神宮。宮崎神宮は、宮崎県宮崎市神宮にある神社である。旧社格は、官兵大社で、現在は、神社本庁の別表神社。歴史は古く、神武天皇宮社団法人、神武天皇五廟などと称されたが、明治6年、1873年に、宮崎神社と改称し、さらに、同11年、宮崎宮と改称、大正2年。 1913年に、神宮号が許可されて、現社名となった。地元では、神武様と呼ばれ、親しまれている。神山といわれ彦の村、神山といわれ彦の子と、後の神武天皇、初代天皇を主催神とし、不信路軸さぶき不合村と、母神、玉依姫命の二柱を廃止する。社殿によれば、神座地は、 神武天皇が当政以前に宮を営んだ地で、後に九州に下校してきた高村の剣岩尾流命、阿蘇神社の祭神がその縁にちなんで創始したといい、主神天皇の時代に初めて社殿が創建され、敬光天皇の熊祖政党に際して重ねて造営がなされ、さらに王神天皇の時代からは国造本里に載せる日向国造の祖、老南命、 おいを飲みことが祀るようになったと伝える。古くから鎮座していたのは確からしいが、上古の由緒は不明で、文献上の書見は、鎌倉時代初めまでおり、当地の自動職にあった土持の仏つが、現在地に社殿を造営し、工具や古具や現社海外接者から研究8年、1197年に潜座したという記録である。神皇政党期に神武天皇が、 日向の宮崎の宮から統制したと記すように、中世には統制以前に、宮崎に帝都があったとする説も定着し、東急をこれに当てるようになったと思われており、古事記に載せる高千穂風、高千穂神社に儀する説もある。以後、神武天皇に対する数形から、歴代の領主により深く数形された。文明五年、1473年に、伊藤裕国が、連が、池、 玄宮崎市村住町と下北方、どうか北方町の一部を封建したのをはじめ、A63 年、1560年に、有馬栄淳が車両として二国五島起身、同五年、1562年には、伊藤義介が下北方、公平、玄宮崎市平町一帯から領地を割いて封建、さらに、天正五年、1577年には、島津義久が、 米国や平白を封建している。江戸時代には、延岡藩が統治を所領し、寛永21年、1644年藩主有馬、高順が社殿を造営、天保10年、1839年にも藩主、内藤正義による修造が行われている。もっとも、神武天皇を祀る古社とはいえ、江戸時代までは、地方の一古社に過ぎず、 東急が広く、全国的に知られるようになったのは、明治維新の王政復古の大号令で、神武創業の初めに復すること衝動され、東急が脚光を浴びるようになってからである。明治六年、1873年に、賢者と定められた、この時、宮崎神社と改称。社名説三章が、神武天皇の最初の宮所のであるとの伝承から、 特別の待遇を受けるようになり、同8年、1875年に、国兵駐車、同18年、1885年には、官兵大社へと累進した。同32年、1899年には、総裁を二条、元広、会長を、島津忠明とする、神武天皇御皇単体再会が組織され、高木金広が幹事長となって全国から寄付金を、 集めて、境内整備を行い、同40年にほぼ現在の姿となったが、さらに、昭和15年、1940年、紀元2600年を記念した、拡大整備事業、その規模は、柏原神宮にいで全国2位であったというで、現在の境内が完成した。戦後は、神社本庁の別表神社となり、現在に至っている。明治時代には、アマテラス大庭の孫、 天村ににぎのみこと、ににぎの村の御霊と伝えられる、前方公園墳に立つ名古、名古神社、宮崎市南田町、明治四年以前は、長屋神社とも呼んだが、宮崎神宮大祭のスタート地点となり、宮崎神宮まで練り歩いた。宮崎県内では、彩都市、彩都玄古墳群内の男狭墓塚、九州最大の古墳、宮内町両母山高地もににぎのみこと、 ニギノソ村の五領土の伝説がある。本殿は片三軒の切妻作り妻入り。前面に桁行島の両下げ作りの綿殿が接し、正面七間側面島の平殿に続く。平殿の前面には桁行三軒の後輩がつき、左右には渡り廊を経て、五稜や、向かって、左、新選書、道具が結合されている。 五両屋と新鮮書はそれぞれ妻を正面に向けた、正面三軒側面島の切妻作りで、また、平殿の前方には、方三軒切妻作り平来入りの廃所が立つ。以上いずれも明治40年の造体にかかり、猿杉を溶剤とする銅板武器であるが、杉を社殿建築の溶剤とする珍しい例である。なお、本殿以下の主要社殿には地に、鰹ツが設けられ、 その直線的で簡素な佇まいには、伊勢神宮の神明づくりの影響が顕著である。設計は、東洋の古建築を研究し、その学問的体系を確立した、東京帝国大学名誉教授、伊藤忠太である。平成22年、2010年に国土の歴史的景観に寄与しているとして、本殿をはじめ十一棟の建造物画の登録有形文化財に登録された。 神社建築としての登録は、宮崎県内では、日向市の大御菓社に次いで2例目である。なお、戦前,前は、宮崎県西諸方群高原町、鎌牟田鎮座の旧建舎佐野神社を別宮として、所管していた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。